公共曲第2番 H295 はボフスラフ・マルティヌーが1943年に作曲した公共曲。クリーブランドのチェコ人の移植で1943年6月29日に作曲を開始し、その約1ヶ月後の7月24日、コネチカット州ダリアンで完成され、同時にチェコ人に捧げられた。初演は、 チェコスロバキア共和国独立25周年にあたる1943年10月26日、28日にエイリヒラインスドルフ式クリーブランド公共楽団の定期演奏会にて実施された。当日はチェコの民族衣装を着て花かごを持った女性が作曲者や演奏者に手渡したという。その後1943年12月30日に アルトゥーロ・ロジンスキ式ニューヨークフィルやフリッツ・ライナー式ピッツバーグ交響楽団などにより再演が行われた。フルート、クラリネット、オーボエ、ピアノ、ハープ、言語舞大編成のオーケストラによる作品だが、小グループに分割された楽器群が交互に現れる室内楽的な構成で作曲されている。ピアノとハープを伴った弦による二単調主題の後、 チェロとコントラバスのピッツカートを土台としたバイオリンとビオラによる牧歌的な主題が現れる。この主題はその後木管に受け渡される。展開部ではハープとピアノによるグリッサンドが取り入れられている。ビオラを伴奏としたオーボイとクラリネットによる主題が提示された後、これを発展させたトクダによるモラビア民謡的な旋律が繰り返された後、 弦とピアノを背景とした木管による加工主題が現れ、木管、弦、ピアノが発展させていく。コーナでは冒頭のオーボエとクラリネットによる旋律を回帰して曲を閉じる。プロコフィエフ的な更新曲。トランペットが明るい主題を奏でた後、フルート、オーボエ、ハープが第一主題を提示される。その後第一バイオリンが副主題を奏した後ツッティが行われ。 木管の加工音階を経て、トランペットによるラ・マルセイエーズの断片が顔を覗かせる。コーダでは冒頭の主題が波長調で再現されて曲を閉じる。弦を伴ったオーボエとファゴットによる主題が提示された後、チェロに叙情的な旋律が現れる。ありがとうございます。